はい、今日はホテルルートイン、京都亀岡駅前、新しくできたばっかりのホテルですね、にチェックイン、シングルの部屋です。広い。いいね、やっぱ広いね。これいくらだったっけかな。広いのがいいです。正義ですね。ゴミ箱、いきなりゴミ箱から。空気清浄機、荷物置き、スリッパ、姿見、ハンガー類ね。それと、入り口、電気つけないとね。浴室、バストイレ。清潔でいいですね。アメニティありますね、ここは。置いてありますね、ちゃんとね。はい。広い客室。ケトル、お茶がありますね。これ何？あ、寝巻きですね。はい、コンセント類。これね、ミニテーブルあるのがいいんですよね。ここに座って仕事もできるしね、くつろげるし、ベッドも広いな。デュベスタイル。それで、トレインビューの部屋をお願いしたんですけど、ちゃんと伝わってるかどうか。暗くてね、ちょっとよくわかんないんで、トレインビューの部屋にな割り当ててくださったかどうかは、明日の朝、確認したいと思います。広くて新築でいい匂い、新築のいい匂いですね。快適なホテルです。ホテルルートイン、京都亀岡駅前のシングルのお部屋でございました。おはようございます。翌朝です。トレインビューでしたね、ちゃんとね。そこに線路があって、鉄道の眺めもいいですね。向こう側は田んぼ。いや、最高だね、この緑がね。素晴らしい田園風景ですね。はい、以上でございます。